ぶりとかになってしまいました、配信が。こんばんはです。なんかすごい、めっちゃ待って、めっちゃなんかこんばんはが止まらんくない？こんばんはなんかすごい、めっちゃこんばんはって言われる。こんばんは。お疲れ様。前髪ね、前髪ちょっと切ったかな。でも切ってないかもしれん。最近切ったっけ、なんかもう切ったか切ってないかも記憶にない。はい、こんばんはです。あ、切ったっけ。よし、覚えてない。ちょっとやばいかもしれない。でもなんか短くなってるからいつかは切った。でも今日切ってない、昨日も切ってないし、いつ切ったっけ、ちょっと思い出せない。あれ、一昨日とかですかね。あんま覚えてないけど、はい、覚えてないなそう、覚えてないです。でも多分短いからどっかで切ったんだと思います。ちょっと記憶にないです。こんばんはです、皆さん。なんか結局髪の毛の色そのまんまにしてて、っていうのも美容室に行くタイミングを逃しちまってそうなんですよ。だからこんな状態なんですけど、はい、逃しちまって、はい。今日はずっとリップ編頑張ってました。でも今日中はちょっと無理やなと思って、明日もしくは明後日まで、まあ明日中にはね返せると思うんだけどね、返しているところです。ありがとうございます、皆さん、たくさんのリプライを。でも残念ながらね、昨日のポストに対して20時から0時までの時間制限を設けてたんですよね。だからそれを超えちゃってたら私はちょっとリップ編できなくって、できないっていう条件にしてるので、はい、それはちょっとご了承いただければと思ってます。はい、あとなんだろう、あとなんか言ってたっけ、あ、そうそう、一人一個の返信なので、なんか違う、2個目とかされてる方はちょっと1個選ばせてもらいました。はい、はい、そうです。こんばんは。うん、おつこじまジャパンあいこ。こんばんはです。ギフトありがとうございます。
私さ、いつだっけ、一昨日とかかな、なんかめっちゃ寝ててさ、睡眠時間すごいことになって、いつだっけ、昨日ではない、もうなんか私記憶にないんですよね。13時間ぐらい寝たかもしれない。やばいよね、めっちゃ寝た。なんかそう、お休みやったからお仕事が入らないっていうのは確定してたから、本当に何時なのか、何月何日何曜日の何時何分かなんかが分かんないぐらいめっちゃ寝たんですよ。一昨日かな、13、いやもっと寝た気がする私。いいことなんですか、うん、あ、リプ編ね、あの順番に返していってるから今日中には返せてないだけで、あの9月6日の金曜日の20時から0時までに送ってくれたリプライに対しては順次返信していくので、っていうのをちょメールで書いてると思うんですけど、もしかしたらあのメール取ってない方はあれなんで帰ってきてへんのやろって思ってると思うんですけど、順番にね返信して いってるんですよね。はい、あの全員にはね返すよ、8時から0時までの間にちゃんと送、その時間守って送ってくれてる人にはね、だからその中でなんかその選別して返すしてないとかっていうのはしてなくって、そう、あの量があの意外とたくさんあったので、その順番に返していってる次第でございます。はい。そんな感じですありがとうございます、あの反応してくださって、うん、なんかそうなんですよ、聞きたいことありますかって言ってるけど、なんかもう普通に今までこういうことが思い出に残ってますみたいな感じで思い出を送ってくれたりしてくれる人もいて、ありがとうって思いました。でも本当に聞きたいことを聞いてくれる人もいました。うん。お風呂が沸きますって、こんばんは、びっくりしました。
ばんは。でもね、私最終活動日がなんかまだはっきりしてなくって、7月の頭に卒業発表して、でそれからね、もう2ヶ月経ったんだけど、そうなんですよ、ちょっとね、いろいろあって、なんか、なんか、沸きました、お風呂が、はい、お風呂沸きましたね。あ、メール届きました。どうしよう、どうしよう、そうなんですよね。なかなかなんかこうずっと決まらなくてなんて言うんだろう、この期間すごいどうし、なんか、どう、なんか動きづらくて、いろんなことがそうなんですよ、難しい、なんかそう、卒業、そう、卒業までのなんかいろいろね、最終活動日もそうだし、卒業公演もそうだし、なんかその他もろもろのイベントがなんかすごい、なんか未定だらけで、めちゃくちゃ動きづらくてモヤモヤするんですよね。まあ、そりゃさ、そのファンの方にはできるだけ長くいてねって言われるから、なんかそれはすごい、その言葉は嬉しいんだけどね、嬉しいし、私もね、この辞めるまでの間にいろんなことやりたいなとは思ってるし、そんなね、私が早くなんか日程決めたいみたいな、なんかそんなすごい言ってたら、え、早く辞めたいの、え、みたいな思うかもしれないけど、なんかね、そういう話じゃなくてね、なんかね、なんだろう、ただなんかただただチューブラリーな感じでなんかちょっと、なんか変な気持ち、そわそわするって感じ、そうなんですよね。だからさ、すごい早めに、この間の8月の縁日の、2日間の時にさ、
変面に多分これが最後になると思うとか、あとその卒業のさあれしてくれたじゃないですか、セレモニーとかしてくれたから、なんか早くこうみんなの中でもちゃんと日程が決まった状態でいろいろ動いてくださる方が動きやすいんだろうなとも、思うんだけどね。気にしなさんな、ありがとう。こんばんは。明日やることはリプ編することと、あとは確認することとぐらいかな。あと、あとあれもやらないといけない。より配信しよっかな、できるかな。より配信やりたいんだけどね。明日日曜できるかな。1時間ぐらいするかも、お料理配信。何も作らなかったらすいません。また踊るだけだったらすいませんね。それで何しよっかな。何しよう、なんか考えとく、なんか考えときます。わかんない、ちゃんとあれかもし、あのちゃんと台所に立ってやるやつとは限りませんからね、お料理配信って。
いろいろありますから、お料理配信っていうのまあお料理、うん。でも明日も配信するから安心してくださいよ。おお。あ、いいですね、ホットケーキ配信。ホットケーキ配信しようかな。頑張ろう。リプ編頑張ろう。まず。でお料理配信もしたいと思います。でもちょっと時間が、ごめんなさい、まだ見て気まぐれクックで、あいこじ気まぐれクックでやります。でもやるのはやります。はい、こんばんは。あ、多分ね、お昼やるかもしれない。でも配信の 2,3 時間前には配信予約入れときます。昼ご飯配信なのか、なんか違う配信なのかまあ夜ではないよ、夜ではないです。夜はちょっと私も予定があるというか、ちょっとやらんといかんことあるんで。じゃあデザート配信なのか、なんか料理とは言え、料理と言えるのかみたいな、グレーゾーン、グレーゾーンを攻めるか、まあどれかです。そんな感じです。こんばんは。まあチェック菓子みたいなのもね、料理かもしれないのではい、まあチェック菓子、チーク菓子作るのもまあきっと料理のジャンルの一つじゃないかなって思うので、はい、それもはい一応、うん、料理ってそんななんかあんまり定義ないと思う。ないですからね、そんな縛りは。こんばんは。
フフフの生活マックスバリュー幸せやわす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 おはよう歯磨きおはようおはようおはよう幸せ幸せ幸せいろららら笑顔に痛み口ほほほ生活マックスバリュこんばんは。そうだよ、マックスバリューの歌だよ。知らない？マックスバリューの。ふふふの生活、マックスバリュー。マルシアはスショッピー、シアはショーマンパラマン。おはよう、歯磨き。おはよう、歯磨き。幸せだ幸せだなななな行ってきまーすふふふの生活知らんのみんな。そうなんや、みんな知っとるかと思ってました。おなじみですよね。そっか。それでは皆さん、今日は30分までにしときます。あ、なんとですね、皆さん、私ファースト写真集が9月の21日に発売されるんです。はい、なんと、はい、皆さん初めての初めてのふりしてください。驚いてください。すごい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 、おめでとう、ありがとうございます。マジ予約しなきゃ、ありがとう。というわけでね、写真集がね発売されるので、予約どしどししてくださいね。以上、あいこじでした。あいこじの写真集欲しい？私メンバーにあげるかどうか迷ってるんですよね。なんかどうしよう。いらないよ、私の写真集なんて。って言われたらどうしよう。考えときます。じゃあ男女呼びます。13位アーリーさん、12位ソリオさん、11位アンちゃん、10位ズーミンさん、9位ナベナベ所長、8位サーポン、7位ヒゲメガネさん、6位ローガンフリーマンさん、5位ウミガメさん、
4位カジさん、3位マグさん、2位クジマサさん、1位はシロフクロウさんでした。ありがとうございました。ではまた明日の配信で会いましょう。おやすみなさい。 See you。